西あゆかのラジポ。ポ、皆さんこんにちは、大石あゆかです。この番組はポッと芽を出したばかりの新人パーソナリティが一人前を目指していつかパッと花を咲かせられるよう奮闘する番組です。ということで、前回までは姫ちゃんがパートナーでここにいたんですけど、今回はまた大石一人の回ということで、広々使って頑張っていきたいと思います。なんかね、今年の頭とかはずっと一人会が続いてたんですけど、やっぱこう姫ちゃんとかね、姫ちゃんが来てくれて、こうパートナーがいることの安心感を経て久しぶりの一人会ということで、一体どうなっちゃうのって思ってるんですけど頑張りたいと思います。まあこの夏もいろいろあったのでね、その話とかもしていこうと思うんですけど、この前久しぶりに私の一人ツイキャスを、ツイッターの方でね、ツイキャスで配信したんですけど、その時にちょっとラジポの話をして、なんか2年半、私が担当になってから2年半 ?3 年半って話をして、2年半が個人的には有力だったんですけど、ちゃんと数えたら3年半でびっくりしました3年半やってるみたいなのでね、ちょっといい加減一人でもね強く生きていきたいと思っていますがもう9月になったということで、そう、この放送が本放送の方では9月2日の放送なんですけど、実は次の日の9月3日がね、お母さんの誕生日なんですよ。私のお母さん見てる？多分見てないななんかね、毎回割とラジポの放送日がお母さんの誕生日に近い気がして、毎年言ってるような気がしてるのは気のせいかしらって思ってるんですけどなんかそう、お母さんね、ドラえもんと誕生日が一緒なんですよで、なんか8月って大体忙しいから、こうバタバタしてるうちに、え、お母さん誕生日もうすぐじゃんって途中で気づくんですよ。今気づいたからきっとね、何か送ってるんじゃないかなって思うんですけど、私は昨日気づいて妹に、え、もうすぐじゃんどうするって言って LINE しました。毎年お母さんにね、何あげようかなって考えるんですけど、でも去年何あげたかもう忘れちゃったからな何あげようかな。なんかいつもね、あのなんだっけ、オーダーメイド枕みたいのをあげたいなって思うんですけど、なんかせっかくあげるならいいのをあげたくて、で調べると結構いい値段するんですよ、うんまえみたいな。でちょっともうちょっと稼いでからにしようって思って、毎年先送りにして、なんか違うものを送ってますまあそんな感じでね、ちょっとお母さんにもあの胸を張って見てもらえるようなラジオを目指していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう。30分間私のトークにお付き合いください。ゆかのラジポ。さてさて、まずは私の近況をお話ししていきたいと思います、ということで、そうあっという間に9月になってるんですがそう8月がね、本当に体感的に一瞬だったんですよ。まあ、その舞台の稽古もあってっていうのと、あとすっかりラジポで話し忘れていたんですけど、あの実はね、メイホリックフェスっていうイベントに出演させていただいてまして、それをあのよく私の話に出てくる三葉彩香ちゃんことミッツと私でホカミツっていう、なんかユニットのつもりは自分たちはなかったんだけど、いつの間にかユニットに認知されていたホカミツっていうユニットがありまして、でそれで初めて、なんか自分たちでイベントはよくやってたんですけど、初めて外部にゲストとしてお呼ばれして、でそれで、8月の10日にそのメイホリックフェスデイ2っていうのがありまして、それに浴衣で出たんですよ。だからね、もう浴衣着ただけでもう夏感は満喫できたんですけど、そう、なんせ新しい浴衣を新調して、ちょっとブルー系の大人っぽい浴衣を着て、でそれから、8月の31日にも Day 4っていうのがあって、そっちではライブにホカミツでなんと参戦させていただいたんですよ。実はね、なんか私ライブで歌ったのが本当にナノちゃんとのネオスピカぐらいしかないんじゃないかな、人前で歌うのはって思ってたんですけど、なのでね、また久しぶりに人前で歌わせていただきまして、
まあ、この収録の時点ではまだやってないので分かんないんですけどきっとね頑張っているんじゃないかな。でその練習を8月はずっとしてたので結構忙しくてですね、まあ、なんせそのライブも3曲で新しい曲を全部覚えてで振りも覚えてやったので、で舞台の、台本も覚えてみたいな。だからねなんかね頭パンクしそうでしたねでもなんか本当にねその選んだ曲もなんかみつばちゃんがこういうのどうって言って、あいいんじゃないって、私大体何でもいいんじゃないって言っちゃうからって言ってたら、なんかダンスもすっごい難しいし歌も難しいし、歌歌ってるだけでも相当難易度高いのに、これ大丈夫っていうのを実際に踊ってみてから気づいたっていう踊ってみてこれ歌えなくないって、まあちょっと、まあでも本番ではねきっと頑張っているでしょう。そしてそれに合わせて踊ってみた動画をね先日きっと公開されたはずこれもまだ公開前なのであれなんですけど、きっとね公開されているでしょう。私としては初めての踊ってみた動画ということで、一番面白かったのはね、私もミッツも結構リアクションしちゃうタイプなので、踊ってみた動画って歌わなくていいじゃないですか、口パクだからなんか物足りなくなって顔がうるさくなるっていう顔で歌うのやめてとか二人でずっと言ってましたっていう感じで、まあその曲もきっとあそこもう終わってるからそう歌ってるんですけど、ちょうどねこの最初の本放送の方ではまだライブのアーカイブが見れますので、9月7日くらいまでアーカイブ販売してまして、すごいんですよそれが。なんかそこのメイホリックのを主催しているメイホリっていうユニットがありまして、そこのメイジェイことややこしいな、メイジェイ岡本メイコちゃんがお友達なんですけど、そのメイホリのそのやってる池尻大橋のハッシュコードさんっていう新しくできたライブハウスがあって、そこがそのアーカイブ用に8台のカメラがなんかスイッチングされて超高画質なんですよ、ね、だからなんか現代というか本当に配信向けに作られたスタジオなので、アーカイブとってもおすすめなのでぜひ興味ある方はね見てみてください。あとブースの方でも、他3つチェキとかいろいろ販売してますので、それも合わせて見てくれると嬉しいです。なんか衣装もね新しく買いまして、そうイメージカラーどうするとか言って、みつまちゃんは黄色のイメージが強いので黄色 で私がピンク好きだなって言ってピンクにしましたそうね、面白いのがさ、そのチェキもソロチェキしか私はその事務所の関係ダメなんですけど、ソロチェキの他にエアツーショットチェキっていうのを新しく始めまして、それもみつばちゃんが考えてくれたんですけど、ツーショットチェキまあできないし、なんかご時世的にもあれだからって言って、ここにいる体でこうやって一緒に撮るっていうソロチェキじゃんって言ったんですけど、なんか違うんだよって、ちゃんと相手がここにいることを感じて撮るんだよって言われて、あ分かりましたって感じで始めた時期もあるので、ぜひぜひチェックしてください。まあそんな感じで忙しかったような、楽しかったんですけど、あっという間の8月だったんですけど、先日あれですよ、ここに書いてあるんですけど、有吉の壁のミスター壁総選挙が行われていましたねって、これねまだ録画して見てないんですよ私実はでもこの結果はツイッターで見ちゃったから、あちょっと見た後でよかったなって思ったんですけどね、1位は志尊野さんでしたが、生放送の授賞式の場に別の仕事で居合わせることができなかったため、2位のとにかく明るい安村さんが繰り上げてミスター壁を受賞することになりました。おめでとうございます。いや本当に、でも有吉の壁はねやっぱあのメンバー誰がかけてもダメだと思うんですよ本当にでも個人的にはやっぱり狐さんですよね、そこはもうちょっと譲れない。うん、まあうちにはあの姫ちゃんがくれた好奇心ポスター貼ってるし、最近そのうちガチャって開けて靴箱があるんですけど、靴箱の上になんか好奇心のプラスドライバーさんの缶バッジとかいろいろ飾ってお出迎えしてくれるようになりました。いや有吉の壁ね面白いので皆さんもぜひ見てくださいね。本当に神戸維新のなんかファンブックみたいなの発売して、あれまだ手に入れてないからちょっとまた買わなきゃとかいろいろ思ってるんですけど、本当に楽しい。 いやこの前の有吉の壁で歌の企画が結構好きなんですけど、それこそ安村さんが
やってた恐竜数え歌がめちゃめちゃ面白くていやこれ見てもらわないと本当に伝わらないんだよな。トリケラトプスつってね言いたいんですけどもう永遠に話せちゃう、うんね、なんかそういう歌系のやつもね YouTube にいろいろ上がってるのでね、ぜひちょっと、あの恐竜数え歌はねまだ上がってなかったな、でも他のも面白かったのでね、あの見てください、あのドリンクウォーターも、ね、どんどん話、ドリンクウォーター本当に最高なんですけど、こればっかりはちょっとね見てもらわないとわからないから、あの見てください。はい、そしてあとはね、あの最近原神にハマりまして、ゲームのなんか本当にソシャゲ、いや、うん、なんかあんまり続かないんだよねみたいな話を姫ちゃんの時も話した気がするんですけど、なんかあの面白いよって言われて、ほうほうって思ってまあ存在は知ってたんですけど、これを機に始めてみたら、いやもうずっとやっちゃうんですよ本当に。夜中に始めて気づいたら朝になっちゃうくらいにはずっとやってるんですけどなんかあの普通のね、なんかいわゆるソーシャルゲームって感じを、なんか戦闘があるのは知ってたんですけど、なんかやってみたら本当に RPG って感じで、なんかプレフォーとかでやるのと全然変わんないじゃんみたいなクオリティで、キャラも可愛いし、ストーリーが本当にね、なんかいろいろやること多くて、多すぎて困っちゃう系なんか時間がいくらあっても足りないんですけど、っていうかあのスイッチのゲームいっぱい積んでる状態で始めちゃったもんだからもう相変わらずルーンファクトリー全然進めてないのに原神ばっかやってるんですけど、でもめちゃめちゃ楽しくて、あとなんか個人的に NPC キャラクターの声をうちのアミュレートの、人がいっぱいやってるので、聞いたことあるぞ聞いたことあるぞ、この声は選手権を勝手に開催してますこれは同期か先輩かとかねあとその養成所の子とかもとか準所属の子とかも出てるので、うん、なんかそれで、あこの子の声聞いたことないけどこんな声だったのかって言って一人で遊んでますいや本当にね、なんかこんなハマると思わなかったんだよな。なんか戦うの苦手みたいな話もちょいちょいしてるんですけど、なんか結構操作性がよくって、なんか戦うのあんまり得意じゃない人でもシュン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 ってなんかボタン押してるだけで戦えるみたいなとこあるし、なんかいろんなキャラクターをこう切り替えてなんか戦うことが多いので、なんか本当にリズムゲーム感覚というか、まさにそんな感じでシュン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 みたいなテンポよく遊べるのでとっても楽しいです今後ね多分ねちょいちょい話してくるかもしれない。本当に初めて1週間経たないけどね、ちょっと時間数数えるのが怖いくらいにはハマっておりますはい、なんかいやいろいろやることもあるんですけどね、ご褒美と言って自分を甘やかしてしまうでも楽しいからよしとしましょう。そして、ここで曲をかけたいと思うんですけど、これも同じアミュレートつながりで、実はもう先に言っちゃうと、そのあやねさんの曲をかけるんですけどあやねさんの番組にもこのラジポリスナーがメールを送ってくださったことがきっかけで、私の名前を直接お会いしたことないんですけど、私の名前を出してくれたっていうご縁もあるあやねさんの曲をおかけしたいなと思います。それでは、聞いてください。日暮らしの泣く頃に卒のオープニングテーマ、あやねさんでアナロジー。大石あゆかのラジポ。それではメールも募集していたのでご紹介したいと思います、メールテーマ飼ってみたいペットで募集していました、紹介したいと思います。ハココさんからのお便りです。ありがとうございます。おいさんこんにちは。こんにちは。募集していた飼いたいペットですが、私は以前は気持ちだけを言うと猫を今よりもたくさん飼ってみたかったです。今は1匹しか飼っていないのですが、あと数匹飼って周りが猫だらけのモフモフした生活を送ってみたいなと妄想する時期もありました。とはいえ猫は、複数飼うとストレスを感じてしまう生き物なので、それはかわいそうかもしれないと考えるようになり、今いる一匹に愛情を注ぐようにしています、彼女だけでも自由気ままでこちらを翻弄してきて手を焼かせてくれるので、増えたら大変かもしれませんね。犬と猫だとどっち派ですか、ということでありがとうございます。私は猫派です。いやーでもそう、実家にね2匹今猫ちゃんがいまして、昔私がもう本当に物心つく頃から2匹いたんですよ。
今はその子たちは天国に行ってしまって新しい子の2匹がいるんですけど、だからなんかもうずっと猫に囲まれてましたね。なんなら昔はおじいちゃんとかもこうなんていうんですか、こう同じ家の買い違いで住んでたので、下でおじいちゃんが犬を飼って上で我が家では猫を飼ってみたいな感じだったので、なんかモフモフに溢れてましたねなのでそう両方好きなんですけど、どちらかといえば猫が好きですが、うん、確かに猫だらけのモフモフした生活は最高だけどストレス溜まっちゃうんですね。なんかうちはそのお家を開ける時間帯とかが多いので1匹だとかわいそうって言って2匹飼いしてるんですけど、うん、もう本当に定期的に家族 LINE で猫のお母さんもあのお母さんが送ってくれたり、猫が足りないと私か妹のどちらかが猫をくださいってね猫をあのもうね動画とかでこうあのリモートモフモフしてますいやでも本当にね、いや猫のツンデレ具合すごいですもんね。だから実家帰っても私のこと覚えてないんですよもう私のことなんか全然覚えてないから最初はもうどっか行っちゃうんですけど、2日くらいいるとだんだんこうスンッつってこう来てくれるんですけど、で触ろうとするとそんなつもりじゃないですよってまたどっか行っちゃうみたいなね。本当に可愛い、いやめちゃめちゃ気持ちいい、わかります。モフ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 、あちょっと今、うん、モフモフを思い出してモフモフしましたハココさんありがとうございます次もご紹介しましょうね。こちらラジオネーム気まぐれともさんからです。ありがとうございます。ほかちゃんぽぽ、メールテーマの飼いたいペットですが、僕はやはり犬です。特にシベリアンハスキーなど大きな犬を飼ってみたいです。大きな犬は勝手に心が優しいと思っているので穏やかなペットライフを過ごすことができるのかなと想像しています。ありがとうございます。いや本当に大きい犬も憧れ、一度はみんな想像するんじゃないかしら、こう芝生でこう大きい犬でモフモフモフみたいなね。いや私もその犬で言ったら柴犬か大きいワンコのどちらかを飼いたいんですよ、うん、なんかやっぱ大きい犬、小さい頃はゴールデンレトリバーとかに憧れてて、やっぱあのモフモフを連れて歩きたい気持ちがありましたね。なんか一回どこだっけかな、なんか昔子供の国的なところにこう家族で遊びに行った時にこうワンちゃんお散歩できるよみたいなのがあって、で好きなワンコを選べるよっていうので、まだ小学校低学年くらいの私はそれこそ大きいワンちゃんを選んだんですけど、なんかその子が結構人見知りっていうかねなんか、うん、物静かな子でこうお散歩しようって言ってもスンって止まっちゃって全然ね歩いてくれなかったんですけど、それすらも愛おしかったですね。こうよしよしって言ってね、うん、本当になんかでもなんかやっぱ心が優しいっていうイメージありますよね。なんかね目がすごい優しそうなんですよね、穏やかでね。いいな、そんなスローライフも送ってみたい、最高ですね。ありがとうございます。はい、次もご紹介しましょう。ラジオネームイブさんからです。ありがとうございます。ほかちゃんぽぽ、今回のメールテーマが飼ってみたいペットということですが、爬虫類は苦手でしょうか。自分は犬と猫は飼ったことがあるのですが、周囲に反対されて爬虫類を飼うことができていません。もちろん私も本格的なトカゲやヘビは怖いし気持ちが悪いのですが、手のひらに乗る小さいトカゲやヘビならむしろ可愛いと思います。ただし彼らをペットにした場合餌が虫になるそうなので、そっちを我慢しないといけないのですが、というメールです。ありがとうございます。それもね、なんかラジポでもちょいちょいなんか爬虫類話が、多分爬虫類好き相方がちょこちょこいる気がして出てる気もするんですけど、爬虫類カフェに私は行きたいんですよ。ね、なんか結局まだ行けてないんですけど、いや気持ちわかります。昔本当にダメだったんですけど、今ね、まあ、それこそ小さいやつとか可愛いなと思う。トカゲがね可愛いんですよね、ちっちゃいの。だからちょっと手のひらに乗せてよしよしとかしたいね、可愛いなし。一人暮らしとかだと多分爬虫類の方がひょっとしたら飼いやすいのではって最近思うんですよね。でなんかペット不可でも、まあその
何箱じゃなくて水槽とかね、なんかゲージとかに入れられるくらいのやつなら買えるみたいな話を聞いたことがある気がするので、うん、毛とかも出ないしね。まあその餌問題がね解決できればいいんじゃないかなって思うんですけど、でも最近は割となんかあげやすいやつが増えてるとかいう話も聞いたことあるので、結構いるんですよ周りに。実際そのくらいちっちゃい方がやっぱね飼いやすいなって今思いましたし、なんかあの飼いたいペットっていうすごいあの偏りがちなメールで皆さんいい感じにばらけてくださってありがとうございますそして個人的にはもう前回も言ったんですけど、モモンガをずっと飼いたいと思ってて、でなんか今の家に引っ越す時に結構ペット科の物件とか探したんですけど、いやモモンガはそうだよな、ペット科じゃないと厳しいよなって思いつつでも結局ねなんかいいとこがなかったので今ペット飼うの諦めてるんですけど、本当に動物動画ひたすら見て癒されてるんですよ。この前もなんかタヌキがちょこんって座ってるやつがめちゃめちゃ可愛くて、だからうちにぬいぐるみがいっぱい増えていくんでしょうね次はキツネの、 あのぬいぐるみの検討を考え、ん？ぬいぐるみの購入を検討しています。あ、え？どっちのキツネですかあのアニマルの方ですそんなとこまでキツネに毒されてるっていうのか毒されてるっていうと聞こえがとても悪い侵食されていますね私の生活、びっくりしちゃった、こんなとこでなんか複製みたいになってしまったということで皆さんメールありがとうございます、そして次回のメールテーマなんですけど、さっき原神にねあのハマってるって話もしたので、こうゲームで選びがちなキャラについてこう皆さんに教えていただこうと思います。まあ、そのキャラっていうのも、まあ、なんていうのかな、 RPG とかで言ったらこう職業とか、うん、なんかそういう方、私近接系のキャラを選びがちなんですけど、片手剣とかなんかあの脳筋なのであの弓とか扱えないんですよだからちょっとご利用そうとするんですけど、そういうキャラを選びがちなんですけど、もしくはなんかね恋愛系、なんか恋愛シミュレーションとかでこういうあのツンデレがいいとかなんかそういうのでもいいですし、何でもゲームで選びがちなキャラをぜひ教えてください。でそう、原神は私女の子キャラでやってるんですけど、友達がどっちか悩んでるって言われて、そっか、私結構自分目線でやるから女の子選ぶけど男の子選ぶ人もいるなって思ったり、なんかそんなこともいろいろ思ってます。ぜひ皆さんの、選びがちなキャラ教えてください。たくさんの投稿お待ちしています。大石あゆかのラジポ。お送りしてきました大石あゆかのラジポ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました、まずは大石からのお知らせです、舞台に出演します。もうすぐです。9月の8日から13日に、舞台スカガールのレディーカーミラーという作品に出演します。場所は日暮里 D 倉庫です。そしてもう一本朗読劇に出演します、こちら9月24日から26日、朗読劇 K-FAS さんのチリテナオという作品で、劇場ももにて公演いたします。どちらもチケット発売中ですので、詳しくは私のツイッターの方をご確認ください。この番組ラジポでは皆さんからのメールを大募集しています。アドレスはすべて小文字で、ラジポアットマーク JOQR.net、 ラジポアットマーク JOQR.net、 ラジポの綴りは RADIPO です。普通歌やメールテーマ、ゲームで、ゲームで選びがちなキャラなどお待ちしています。ラジポは隔週更新なので、次回は9月16日木曜日放送です。アーカイブは放送終了後から A&G アカデミーの YouTube チャンネルで更新されます。ぜひ聞き返してメールも送ってください。そして次回のパートナーについては決まり次第お知らせしますので、楽しみにしてください。ということで一人でお送りしてきましたが、やっぱりこう一人だと喋る分量が多くなるのでエンディングでねいつも戸惑うんですよ。このラジポのメールもいつも相方がいると相方が読んでくれるのでね、久しぶりに読んで間違わないかなって思ったけど大丈夫でした
それであとあれですよ、そう、キツネのぬいぐるみが欲しいって言ってたけど、前ここに連れてきたタヌキのね、あの豆蔵くんっていうかわいいかわいいうちのタヌキがいるんですけど、そうタヌキとキツネ、なんか同じ会社が出してるなので、そうキツネもいて、そのねタヌキとキツネの夢のコラボを見たいんですよ。なのでちょっとね、あのお友達にしたいんですけど、我が家にいろんなキツネが増えるということで本当にね、なんか気づいたら交互維新グッズもいっぱい増えてて、うちわも缶バッジもアクスタもあって、なんか祭壇みたいになってきてます、ガチャって開けたスペースがというわけで、これからもそんな大石の動向を見守ってくださいそれではお時間です。お相手は大石あゆかでした。ポッ。